サンデーの7年前はですね、初期メンバーとして金曜日と土曜日のナビゲートしていました。懐かしいですね。まあ、JWEB 初のメインナビゲーターとしての番組だったので、このジャムスター周辺はとても大切な場所です。まあ、久しぶりの土曜の朝、やっぱりちょっと普段とは違うゆったりとした平日の雰囲気と、これもね、感じます。超朝。毎日の水曜の朝でも、おすすめの新作を紹介していますが、今朝は土曜日に、まったりした時間にもリクエストするので、僕は最近リピートした1枚を紹介します。
村長は昨日、国から申し入れがあった第一段階の文献調査の受け入れを正式に表明しました。代わってお天気です。関東南部は7日水曜日から雨が降っています。都心では水曜日から今日午前4時までの降水量が100ミリ近くになっています。で、今日は台風14号や秋雨前線の影響で雨が降り続き、雨量はさらに多くなるでしょう。沿岸部を中心に風も強まり、関東南部の周辺海域ではしける見込みです。最高気温は都心で18度、11月上旬並みで、その他も20度に届かないところが多い。